レベル B の防護服を着用して被爆者を搬送する訓練を行うドイツの消防士放射性物質の付着を防ぐ目的で使用されるデュポン社のタイベック放射線防護服は放射性物質が存在したり放射線を浴びたりする危険がある場所で作業をする際に身につけて被爆による人体への被害を和らげる特殊な衣服であるこれらは放射線や放射性物質から身を守るための 衣服でああるるが考え方とししてては大別して2種類一つは放射性物質が体についたり吸い込んだりすることを回避するためのもので、レインコート様のものから機密服まで様々なタイプのものがあり、危険性の種類によって使い分ける。もう一つは放射線防護機能を持つ遮兵隊を組み込んだもので、放射線が飛び交う環境内での作業の際に着用する。 特に空間中に放射性物質が飛散していないような状況では放射線発生源との間にのみ遮蔽物を設ければ良いわけだが放射性物質の飛散が考えられる場合には放射性物質の付着による害を防ぐ防護服の機能が求められるためこの両者の性格を組み合わせたものも存在する双方の機能を合わせ持つものでは遮蔽物からなるインナーと 表面の付着より守るアウターに分かれており、アウターのみを使い捨てる様式も見られる。アルファ線などを出す放射性物質など、体内被曝で重大な悪影響をもたらすものに有効である。これらに関しては通常、放射性物質による周囲の汚染を防止するため、使い捨てであるものも多い。放射線を防護する機能がないため、レインコートで代用することができる。 作業によって使い捨てられたものは放射性二次廃棄物として扱われる。飛散した粉塵を吸引しないよう、防塵マスクが組み込まれていたり、または併用するものも見られ、放射性のガスや浮遊粉塵から身を守る点で、生物、化学兵器に対応するための化学防護服と同様のものでもある。これには放射線を防護する機能がないため、作業者等は、 空間中の放射線量を計測する機器を携帯し、規定被曝量に達する前に作業を終了する必要がある。作業終了後は除染するため、流水などで着衣表面に付着していた放射性物質を洗浄してから脱衣する。なお洗浄に用いた水も汚染状況によっては放射性二次廃棄物として扱われる。空間中の X 線やガンマ線などに対してある。 程度は有効だが、ガンマ線を遮蔽する能力を持つ遮蔽体は大変、重いまた、メートル単位の厚さがなければ中性子線は防ぐことができないため、完璧な防護服は存在しない。放射性物質の付着、吸引などが考えられないケースでは、機密性などは求められない。簡易的な遮蔽機能を持つものの例では、生殖器や腸のような人体で放射線の影響を、 特に被りやすい部分のみを防護するものもあり、一般で利用されている例では、科などのレントゲン撮影で被写体の体にかけられる、鉛入りの重いエプロンが挙げられる。これは、防護対象が、レントゲン装置から出る、X 線のみであるため厚さ数ミリでも有効だが、原子炉などから出る、ガンマ線や中性子線に対しては、効果がない。チェルノブイリ原子力発電所事故においては作業員が、 使用したが、効果のほどは明らかでない。頭部や顔面の被爆を防ぐものでは、顔の前面に鉛を含有した特殊なアクリルバイザーを装備、視界を確保したままで、一定の防護性を備えるものもある。とはいえ、先にも挙げた通り、透過性や被爆をゼロとできるわけではないので、体への曝露量が、所定被爆量に達する前に作業を終わらせて、 速やかに適切な遮蔽のある安全な区域へと移動する必要がある。高度なものでは、多少の耐火、耐熱性などの機能を合わせ持つものも見られ、また機密性を重視したものでは、空気のろ下による除染ではなく、内蔵ボンベによって呼吸用の空気を供給するものも見られる。ありがとうございます。